こんにちは、レフト兄弟です。本日紹介する商品はこちら、セイントセイヤの主人公ペガサスセイヤです。今回なんで2種類あるかって言いますと、こちらが古い方、こちらが新しい方、こちらのおもちゃの方をね、両方比較して比べていきたいと思います。まずは古い方、こちら1987年にバンダイさんから発売されましたセイントクロスシリーズのペガサスクロスになります。実はこちらもう一つあるんですよね。こちらが箱がちょっと違うんですけども、こちらが初期に発売された分、こちらが後期に発売されました分。こちらの初期の方がね、このセイヤがいるフィギュアのとこ、ここだけクリアになってまして、中のフィギュアが見えるんですよね。でこちらが割合新しい、まあ、新しいって言いましても発売が2010年言わずと知れたセイントクロスマイス、ペガサスセイヤの初期のブロンズクロスですね。では早速こちらとこちら開封していきましょう。クロスの方装着しました。早速見ていきましょう。こちらが古い方ですね。これはこれですごくいいんですけどね、当時の子供たちはこれでみんな遊んでたんですよね。では新しい方見てみましょう。別格ですね、これはね、ものすごいクオリティですよ。かっこいい。アニメの方なんですけども、こちらのペガサスセイヤ簡単に紹介していきたいと思います。必殺技はペガサス流星拳、ペガサス水星拳、ペガサスローリングクラッシュ。どんな強敵にも必ず立ち上がる複数の闘志を持つも、さすが主人公、女性たちからはモテる、顔もイケメン、海の近くのヨットハウスで一人暮らし。だけど数年前のセイヤは、今回紹介させていただきましたこちらのペガサスセイヤ、声優さんなんですけども、有名な声優さんですね。こちらはこちらの声優さん、他にはアニメで言いますとガンダムのアムロレイ、ドラゴンボールのヤムチャ、あとドラゴンクエストのアベル伝説、こちらの主人公のアベルも演じていらっしゃってるみたいです。あとセイントセイヤオメガ、こちらもそのまま引き続きセイヤ役で演じていらっしゃってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。